平野紫耀&神宮寺勇太も秒読み。やめ、ジャニがジャニーズの曲を歌える時代になった。山下智久、元キンプリ岩橋元気も、帝国の崩壊も関係？ 9 月6日、元キング&プリンスの岩橋元気、26、による全国ツアーイベント、元気岩橋ツアー2023、IMA ポップスターが東京の、ジープ羽田にて開催された。多くの曲が披露されたが、アンコールで岩橋が歌った曲と演出がキンプリファンを驚かせたという。アンコールで岩橋さんはツアータイトルの IMA ポップスター以外のもう一つテーマが絆と前置きし、キンプリの楽曲であるキング&プリンス、クイーン&プリンセス、通称 KPQP を歌ったんです。同曲は全シングルタイトル曲と全アルバムのリード曲を除く今年3月時点の全楽曲。108曲を対象にした楽曲投票企画、国民投票、みんなで作ろう、キング&プリンスベストアルバムでも1位に輝いた、キンプリでも特に人気の高い特別な一曲として有名です。女性誌編集者。ステージが、6人時代のキンプリをイメージした6色の照明で染まる演出もあったといい、歌ってる時、バックのステージカラーがちゃんとキンプリ6人のカラーになってて、岩橋くんの衣装も王子様のような衣装で最高の演出でした。どんな形になっても6人の絆は永遠に消えないんです。イントロ流れた瞬間会場騒然フェアリーのみんな泣き出してた。5年ぶりに元気くんの生化 KPQP が聞けた。やばかった。背景の電飾は6色でした。元気くんありがとう。と、キンプリのファンが大いに沸き立ったほか、ジャニーズ事務所を退所した岩橋が当時の楽曲を歌ったという点に、ヤマピーもいろいろ勉強して、こないだのツアー半分近く、J 時代の曲歌ったっていうし、これはいろいろ可能性が広がるね。昨日は岩地が垣根を越えて KPQP を披露し、渋谷駅前の広告はあの日から初めて、スマップが揃ったりで、本人いなかったが偶然か隣にはワンピースの広告が、何かが変わり始めた日なのかもしれないと思ったら、トベの二人をはじめたメンバーの行く先に光が少し見えた気がした。といった、今年5月22日にキンプリを脱退し、7月7日に滝沢秀明氏、41、が立ち上げた事務所、トベに合流した平野紫耀、26、神宮寺勇太、25、について言及する声も、SNS にも多く寄せられている。ヤマピーは J 時代の歌だけでなく、現役 J とのツーショットまで解禁。前述の、ヤマピーもいろいろ勉強してという声の意味は、今年8月11日から9月3日にかけて山下智久、38、が行った独立後初のコンサートツアー、智久 YAMASHIA アリーナツアー2023-SweetVision のことだろう。同ツアーで山下は自身が出演した歴代のドラマ主題歌をカバーしたほか、ジャニーズ時代のソロ曲、大手、セヌリータ、愛、テキサス、サマーヌードなどを歌い上げている。音楽の著作権を管理するジャスラックに使用料を払うなどの手続きを行えば、ジャニーズ時代の楽曲をライブで歌うことは可能です。ただ、ジャニーズ時代からソロ曲を持っていた山下さんなどはともかく、岩橋さんのようにグループ出身の嫁ジャニがジャニーズ時代の楽曲をコンサートで歌うことは滅多になかった。スマップから独立した新しい地図も、脱退後はスマップの曲を歌っていませんからね。それが今回、解禁されたということで、改めて忖度やしがらみも薄くなっていると考えられますよね。山下さんについては、歌以外でもこれまでには考えられない出来事がありましたよね。ジャニーズ時代の山下はソロタレントとして独立する前の2003年から2011年までは、ニュースに所属していた。ニュースの小山慶一郎、39、は9月4日にインスタグラムを更新し、懐かしい2ショット。それぞれの選んだ道を全力で生きてる。僕たちも年を重ねて大人になりました。ライブとっても感動しました。ヤマピーお招きありがとう。と、最新のツーショット写真を添えて投稿したのである。帝国崩壊も影響か、山下さんの退所は強引なところがあり、退所の影響でカトゥーンの亀梨和也さん、37、とのスペシャルユニット、亀とヤマピーのアルバム、SY が発売中止になったりと、円満とは言い難いものでした。しかし、そんな山下さんがジャニーズ時代の曲を歌っただけでなく、現役ジャニーズの小山さんのインスタグラムに当然のように顔を出している。これまででは考えられないことですよね。やはり、
ジャニーズ事務所の弱体化の影響もあるのではないでしょうか。ジャニーズ事務所は創業者のジャニー喜多川氏、享年87、が過去に行ってきた加害騒動が国連まで動く大騒動に発展。外部専門家による再発防止特別チームは8月29日、同族経営を問題視するとともに、現社長の藤島ジュリー景子氏の辞任も提言。これを受けてジャニーズ事務所は9月7日に開かれる都内で記者会見を開くが、そこでジュリー氏の社長退任は確実視されている。ただし、9月4日の文春オンラインでは、社長の肩書きを外して代表取締役として残留すると報じられている。残留の可能性もあるでしょうが、ここまで大事になっては以前のような帝国には戻らないし、忖度やしがらみもどんどん薄まっていくでしょう。今回、キンプリを辞めた岩橋さんが、KPQP を披露したことはファンも非常に好意的に受け取っていますし、平野さんと神宮寺さんが本格始動した際には、キンプリ時代の楽曲をライブで歌うこともあるのではないでしょうか。8月30日には、インスタライブでキンプリの楽曲、月読みを花歌で歌っただけで大バズりした平野。本格的なステージでキンプリ時代の曲を披露したら、どれだけの歓声が湧き上がるのか。キヨンピータマランナ、やめ、ジャニー、山下智久、小山慶一郎と、イケメン杉ダブル笑顔のツーショット解禁。ライブも MC でもニュースに言及した山下。退所せずに独立したことで当時は不仲説などもあったが、やはり10から20代の時期に苦楽を共にした特別な関係なのだろう。